はい、こんにちは、萩さんでございます。土日の休みが取れましたので、ちょっとまた一泊の旅行をしようかなと思いましてですね、訪れました伊豆良海岸っていうところのねホテルにちょっと一泊しようかなと思ってるんですよ。この季節になってね、海が 見たくなったっていうのがありますのでね、ちょっと前々からね行きたかったところがあったんで、まあそれもホテルに行く前に一つだけねちょっと寄ろっかななんて思ったところが来てますね。まあ、伊豆良海岸というとですね、岡倉天心がとても有名、ね、日本近代美術の地と言われるところなんでね、まずはそこのねで詳しいことを知ろうかななんて思いましてですね、ここの茨城県天心記念伊豆良美術館、ここに来ました。まあね、ほぼほぼ中は撮影できないとは思いますけど、可能な限りはちょっと映していこうかななんて思っておりますね。いやー、綺麗なとこですね。さすが。そうそう、伊豆良温泉ホテルかな、のところなんですよね。上田が取れたんで、よしと。なんでね、そこをただ単に行くだけじゃ面白くないんで、この地方のものをしっかり学んで、ぐるりと散策をしていこうかなと、そんな塩梅でございます。今回ですね、マイクかなり調子が悪いのでね、アナウンスでできればなとは思っております。この美術館、結構見応えがございました。日本美術院を開任されたですね、岡倉天心がですね、たどり着いたのが伊豆良海岸になります。これで弟子たちと創作活動を行いました。で、本日お世話になりますのは大観荘になります。こちらは別館になりますね。横山大観ですね。言われというか、つながりがあるという話で入ってみました。かなりゴージャスなホテルになります。このようにね、レプリカなんですけど、絵も飾っておりますのでね、いろいろこだわりっていうのがね、よくわかるような展示になっております。さてさて、どんなものか、部屋を覗きに行きましょうか。いやいやいや、こちらがですね、今日お泊まりになるところです。ちょっとね、日が逆光になっちゃってうまく見えないんですけどね、海の流れは素晴らしかったですよ。じゃあ行くか。六角堂まで行ってきます。はい。まずあっちから行ってみるか。展望台から行きますかね。いやー、風が強いな今日は。黄門の井戸だって。水戸黄門でも来たのですかね。岡倉天心墓地だ。へえ。お、六角堂すぐ着いた。だけど先にあっちか。何時まで行ってあるのかな。5時半まで。5時半までか。じゃあちょっと行くか。こちらはね、拝観料は400円になりますね。中学生とかは無料になります。もともとね、岡倉天心と弟子というか、ね、仲間が創作をするために作られた建物。この前の芝はですね、ボストンから取り寄せた芝を使っております。昔はなかったんですからね、素晴らしいですよ。この景色を見て創作活動に勤しんでたっていう、そのような形でございます。じゃあこれからね、六角堂の方に行こうかと思います。やはりですね、こちらはですね、この前の東日本大震災でね、一回流されてしまったんですよね。だからね、登録有形文化財だったんですがね。それ自体はですね、昔からの建物じゃないと、その称号が得られないっていうんですが、やはりね、この観光のスポットというか、皆様の思いがあって再建された施設になってます。岡倉謙信がですね、日本文化を紹介する一番のやり方としましては、やっぱり茶の本っていうのを発表しましてですね、やはり日本の茶道、これが日本文化の集大成っていったところで広めた、その塩梅でございます。まあ似たような形の景色の雰囲気、こんな感じでしょう。和の宿なのに芝生っていう、芝生は西洋のものですからね、日本古来ではありませんので、芝をやってる萩さんならばこれ、すごいな。よし、じゃあ展望台に行きますか。まあすぐ近くだと思うんですけどね。塩サイト、すごいね。大津岬展望台。じゃあね、入江島まで来ました。まあ5分ぐらいバーッと走って来ただけですね。あちこち雲の巣がすごいことになってるけど、まあしょうがないでしょう。こんな形でね、ガラス張りの螺旋階段になってるんですよ。先ほど萩さん、あそこの六角堂にいましたね。で、今日泊まるホテルがあちらで、奥に屋根が見えてるところが博物館、美術館ですね。天津美術館、これすごいな。ちょうどね、夕日っていう日はまだないんですが、相まってとても綺麗ですね。こちらはですね、伊豆良岬展望慰霊塔になります。東日本大震災の伝統ですね。これがこんな感じです。直します。はい、じゃあね、お風呂入ってきたんですけどね、月がねめちゃめちゃ綺麗なんですよ。下はね遊歩道みたいになってるんですけど、すごいな。ちょっとね、さすがにスマホのあれじゃうまく撮れないかなっていう感じではあるんですが、すげえ温泉良かったですよ。非常にナトリウムが入っててね、ちょっとね若干油の匂いもしててですね、ぬるぬるですごい気持ちよかった。で景色が素晴らしいですよ。本当にね、このジオパークというかね、そこのとこがしっかり見えますからね。いやー、すごいな。はい、じゃあね、ご飯の時間になりましたんで行きますか。すごいね、なんかカラオケの音が聞こえる、なんかそういう昔の時代を思い返されるような形でちょっと戻ってきたのかなっていう感じがちょっと嬉しいですね。まああんまりうるさいと迷惑なんですけどまあしょうがない、団体さんが入ってみたいなんで。なんかすごい、こういう感じだと昭和の感じをなりますね。すごいすごいすごい社員旅行かな、すごいですね。いやー、こういうのって懐かしい感じがしますね。ごめんね、あ、炊き込みご飯だ、なるほどね。よし、こんな感じですね。で、今日の献立、揚げ物とかね、鉄板の飛騨牛とかねありますからね。まあまあまあ楽しみですね。よし、じゃあいただきます。うまい。これは何でしょうね、冬瓜じゃないかな。でこれがね、飛騨牛、一番オーソドックスなメニューを選びました。追加のメニューが、ね、いっぱいあるみたいなんですけどね、谷さんはねそこは削りましたまあまあまあ、それは後で後日いたしますので、じゃあ食を進めていきます。なった気分ですね後ろが掛け軸で体を動かしてるからね、酒が進みますよ。でも、あいさんどうせビール1本しか飲まないっていう、そういうオチなんでしょうけどね、今日はね。うん。あ、はい。今日煮魚がカサゴになります。あ、はい。あ、そうです。こちら、そういうので、はい。はい、お願いします。はい。これは美味しそうですね。この辺で取れたもんでしょうかね。そうでしょう。ね。あれですね、泊まった中ではプランの中で一番お求めやすいプランを萩さん選びましたよ。29,000円かな確かで、部屋も選べないっていうのがあったんで、あ、部屋で選んだんだ、あ、違う、そしたら30,000円だ、うん、部屋も選べないっていうプランだと2キュッパかな、うん、いいですね。20分かかるからご飯は先にやっとくか。釜のご飯っていいですね。まあ、萩さんもずっと家ではですね、釜のご飯をやってますんでね、その美味しさってのは分かってますよ。じゃあちょっと煮魚いきましょう。せっかくの温かいものは温かいうちにっていうのがありますからね。可食部はどのぐらいなんでしょうか。前に真鶴のですね、煮物というかこの煮魚は非常に美味しかったですけど、うん、いい味付けだ。うん、天ぷらがきました。光って美味しいですよね。そう、相手も好きですよ。前によく買って家で食べましたね、揚げて。そう、後引くんですよね、光っつうのは。けどを取って食欲をそそるんですかね、本当に。すりにぶらされてるんで、きのこと鮭の炊き込みご飯みたいですね。あ、香りがとてもいいですね。ちょっとこのタイミングでね、お味噌汁が来ないのはちょっと若干残念だ。はありますけど、非常にね、匂いいいですね。こちら出汁がいいんでしょうね。出汁の匂いがすごくいいですね。じゃあいただきます。身は少し食べられるんですね。あ、それはありがたい。可食部が結構ありますよ。じゃあ最後桃のムースみたいですね。メロンだ。初メロンだ。今年に来てメロンははずだとは。今ね、屋上の展望台来てますよ。やっぱり9月の10日、中秋の名月ですね。とても綺麗な月が本当にで、あっちのところ分かりづらいんですけどライトアップがされてます、いやー、こんだけね明るいから星が全然見えませんよ。あっちは工業地帯の明かりが少し見える、そんな感じです。これね、萩さん手が映ってるかもしれない。こんな感じですよ。いやいやいや、素晴らしい。